では続いては東京金融取引所クリック365プラザからクリック365マーケット情報のコーナーです。東京金融取引所の朝倉さん、お願いします。東京金融取引所証拠金営業部為替グループ長の朝倉でございます。クリック365、2014年1月の状況および取引進行策についてご説明をさせていただきます。まずはじめにクリック365、2014年1月の状況について概要をお話しさせていただきます。クリック365の1月の通貨別出来高ランキング、こちらの方なんですけれども、また上位6つ表の方にご用意をさせていただきました。1位はやはりドル円とペイドル円ということで120万枚強、続きまして豪ドル円、ユーロ円、ポンド円、ナーランド円、ニュージードル円ということで、順位は先月2013年の12月と変わらずということでございまして、全体の出来高といたしましては速報ベースですけれども319万7526枚ということで、1日平均およそ14万5000枚という出来高になりました。これは2013年の9月をやや上回るという水準まで戻してきたという状況でございます。でこちら見ていただきましても、店頭の FX ですと元米ドル円の出来高っていうのが7割から8割あるというふうに言われておるんですけども、私ども取引所 FX クリック365は23通貨ペアございますので、そのせいもあってかドル円の出来高というのはですね、店頭 FX に比べて総じて低めということになっております。でこちらですね、これからお出しする表なんですけども、これ先月もご説明のところで、使わせていただいた表なんですけれども、2013年1年間のパフォーマンスということでですね、1月2日に買いポジションを1枚立ててですね、ずっと寝かせっぱなしで12月31日までそのポジションを持ち続けて最後の日に売ったというパフォーマンスの表を先月もご説明させていただきました。でこの中でですね、かつて高金利通貨ということで今も5ドル円あたりは人気があるんですけれども、クリック365の市場の方で人気の出来高のありました2通貨ペアのところがちょっと特徴的な対照的な動きをしていましたので、ちょっとこちらの方について振り返ってまいりたいと思います。まず5ドル円の昨年1年間と、あと今月1ヶ月、先月1ヶ月のですね、出来高のところを日足で並べました。1年1ヶ月ということで日足でチャートを並べてみたんですけれども、見にくいんですけども、これ4月のところでバーッと105円の突き抜けるような高値をつけて、そこから調整が入ってということで、やや右肩下がりというチャートになってます。で本年1月に入ってからもですね、93年の半ばぐらいで、始まったものがずっと下がってきてということで、やや調整局面かなというようなところが見て取れるかと思います。で一方なんですけども、ニュージードル円ですね、こちらも後でチャートの方をお見せしますけれども、5ドル円とはちょっと特徴対照的な出来高の、グラフのチャートになっておりまして、同じように2013年の4月ぐらいに高値86円というところをバッとつけてるんですけれども、そこから1回調整というような形で右肩下がり、入ってきているんですけれども、ここからまた年末にかけて上昇基調というようなチャートになってまして、この2枚前のですね、この5ドル円のベレチャートとはですね、またちょっと動きが違うような形になっております。でニュージー円のチャートの方ですが、こちら年内に入りましてからですね、5ドル円と同じような動きになってまして、86円台の半ばぐらいで始まったところから、月末にかけてやや右肩下がりというような形になっています。で従いまして、ちょっとまた戻りますけれども、このパフォーマンスの表オレンジの線を示しておるのが5ドル円とニュージードル円のところなんですけれども、去年のパフォーマンス5ドル円のところは 7.0% のリターンと、単純なリターンです。ニュージードル円のところはですね、一方で 23.5% ということで対照的なパフォーマンスになっています。スワップポイントのところはですね、そんなに金額的には4000円くらいは違うんですけども、やはり為替の値動きのところで対照的だったということで、かつての人気のあった高金利通貨、対照的な動きだったというようなところをちょっとご紹介をさせていただきました。
でここから先なんですけども、また毎月になりますけれども、取引振興策、昨年10月に始めましたということで、こちらのご案内をまた繰り返しですがさせていただきたいと思います。東京金融取引所では平成25年10月より、クリック365の手数料引き下げを目的とする取引振興策を導入しております。また改めて振興策の狙い及び仕組みと、投資家のコストについてご説明をさせていただきたいと思います。狙いといたしましては、クリック365の投資家の皆様のコスト引き下げのためということで、もはや手数料無料化が常識となりつつある店頭 FX 並みの、手数料を実現するということで、こちら導入いたしました。取引ごとに固定的に徴収されておりました手数料がなくなるということで、こちら気にすることなく皆様にお取引していただきたいというふうに考えております。で、2番目のその下仕組みですけれども、投資所が1枚105円を上限といたしまして、17社ございます私どもの取扱会社さんの方に振興料として金額をお支払いいたします。で、これを受けて取扱会社さんはですね、個人投資家の皆様の手数料無料あるいは大幅引き下げにするというようなことを実現されております。で、取引所はその105円上限1枚あたりですね、こちらの手数ところをどこから調達してくるのかというと、マーケットメーカーさんの取引手数料を値上げするというようなことで現在賄っているということになります。で、マーケットメーカーさんには、その105円というのはですね、提示するスプレッドに上乗せをするということで、賄っていると、こういうような仕組みが、先ほどのスライドの下の図のご説明になります。で、現在なんですけれども、手数料は下がったのかということにつきましては、17社中11社で、取引手数料が無料となっております。かつて取引手数料につきましては、1枚あたり80円から200円片道の設定されていた方々が中心だったわけなんですけれども、取引所が1枚あたり105円というのをお支払いするんですが、この金額以上にですね、取引手数料を下げておられるというような方々もいらっしゃるということでございます。で、振興策導入前に比べスプレッドは広がっているのではないかということについてですけれども、これは先ほど申し上げましたように、取引振興料1枚あたり上限105円というのをですね、マーケットメーカーさんの手数料を、引き上げることによって、我々賄っておりますので、その分、マーケットメーカーさんはスプレッドに上乗せしているということで広がっております。こちら米ドル円の例でございますが、取引振興策前の9月の平均値、月間を通してですけれども、ほぼ1円1銭あったものです。で、右側の数字、こちらちょっと新しい数字をご用意いたしました。先月まではですね、11月前半の数字ということで 2.08 銭というものをご用意しておりましたが、11月平均ずっと月間としますと 2.141 銭というようなスプレッドでございました。で、この、2.14 というのをですね、ちょっと計算して作ってまいりましたけれども、手数料が下がってもスプレッドが広がっても意味ないのではという問い合わせにつきましては、手数料の引き下げ分については片道105円で設定した分をパターンを考えますと、往復ですと210円という形になります。で、スプレッドの拡大分、2.14 銭からですね、もともとの 0.993 銭を引いていきますと、114.7 ですね、円になりますということで、まずそれでもですね、手数料の引き下げ分がお客様のメリットとして大きいというようなことで、トータルコストが大幅に低下したということが言えるんじゃないかと思っております。で、こちらの最後のスライド、これからお見せしますけれども、スプレッドと取引手数料の関係について整理したものでございまして、1枚あたりだいたい100円程度下がっているということで、こちら米ドル円の例、105円の片道105円の例ということでですね、申し上げましたけれども、こちらにつきまして、未だに100円程度低下しているということで、従前からやっていただいた方につきましては、トータルコストが下がったということを実感していただけるかと思いますし、これからお取引いただけるような方につきましては手数料ゼロということで、店頭の FX さんと同じような手数料の体験になっておりますし、私ども取引所 FX クリック365安心透明信頼ということでですね、公的な取引所の FX ということで投資のご検討の視野に入れていただけるかなというふうに考えております。
ですみません最後なんですけれども、現在の、クリック365のスプレッドの状況ですね、ちょっとレートの状況を見ていきたいというふうに思います。現在一番上のドル円ですけれども 102.305 の33ということで、やっぱりスプレッドが 2.5 銭ですね。で先ほどご説明した、5ドル円、こちらがですね655の685ということで今3銭ぐらいですね。でニュージードル円、こちらについては今98の01ということで3銭という形になってます。まあ、まだ月曜日収書の東京市場が始まって、これから中国とかも始まってくるということで、通常の時間帯よりは若干広めなレートが出てきておりますけれども、これからニューヨーク、ロンドンタイムとかですね、そういった時間に入ってきますと、先ほども私が示させていただいたようなですね、ドル円で申しますと平均でいうと 2.5 銭を下回ってくるようなスプレッドでお取引いただけるというような形になるかと思います。で最後もう一だけスライドをご紹介させてください。一番最後のスライドになりますけれども、取引進行策、こちらですね、詳しい説明の内容、またですね取引参加者の各社様からのリンクページという特設のラウンディングページを設けておりますので、ぜひこちらのアドレスの方、お使いいただいて、ページの方を見ていただきたいと思います。またですね、取引所のクリック365ホームページに参りますと、取引所365という無料のアプリ、ダウンロードしていただくことができます。15秒ディレイの相場情報、あとですね情報ベンダーさんからの、ニュース、あと指定の価格に、行きますとアラートのメールを出すような、そんな情報がこの間、載っけておりますので、こちら無料 Android も iPhone も両方お使いいただける、それぞれのアプリご用意しておりますので、ぜひこちらの方をご活用いただいて、クリック365のレートの方を、見ていただければというふうに考えております。東京金融取引所朝倉がお伝えいたしました。今月もありがとうございました。よろしくお願いいたします。取引所 FX だから安心、透明、有利。取引所 FX クリック365、口座数証拠金残高日本一、有利な価格提供の仕組み、公的な取引所だから証拠金は安心。金融デリバティブの総合取引所、東京金融取引所。マネックス証券が提供する画期的な投資情報配信サービス、マネックスシグナル。数体のロボットが今買いの銘柄、売りの銘柄を判断し、メールでお知らせ。ご利用開始から最大2ヶ月間は実質無料。まずはお試しください。新規口座開設キャンペーンも実施中。マネックス証券ウェブサイトから今すぐ口座開設のお申し込みを。
東京マーケットワイド生放送でお送りしています。直近の日経平均株価は201円62銭安の 14,712円91銭、トピックスはマイナス 16.46 1204.18 ポイントとなっています。では続いてはアローズ第二スタジオからマーケットウォッチのコーナーです。この時間の担当は中村記者です。お願いします。はい、第二スタジオからお伝えします。株式市場は3日続落です。海外でリスクオフの動きがなかなか収まらない中で、今週も週明け軟調なスタートになりました。今年に入ってこれで5週連続週明け安、週明け5連敗となっています。今日はここまで東証一部のマイナスもさることながら、新興市場が大幅安となっています。現在マザーズ指数が53ポイントのマイナス、 5.6% のマイナスです。マザーズ指数 5% を超える下落、12月末以来の水準に下落しました。新興市場大幅安となっています。今日このままの水準で引けると、投資家によっては追い潮発生が心配なところまで下がってきていると、一部では新興市場に関しましてそんな話も出ていました。東証一部もさることながら、新興市場マザーズ指数などが大幅安となっています。それでは日経平均株価、こちら5分足のチャートで見てみますと、先ほど11時前に今日ここまでの安値をつけました。今日はスタートが125円安でした。125円安で始まった後は、例えばファナックですとか日本外資ですとか、決算が良かった銘柄が個別に上昇したことがサポートになりまして、安く始まった株が下げ渋って、高く始まった債券は伸び悩むと、そんな場面もありました。一時は日経平均が